こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンがクリック広告の運営を開始します。ねえー、このアマゾンプライムで、ね、成功させろというようなね、えー、メールが来ててで、そのメールをクリックするとね、えー、広告使うといいよ的なね、えー、こと書いてあります。で、まあ、広告の、えー、事前準備をしましょうみたいなね、 ところが、えー、出てきますで。オーストラリア、アマゾンの場合ね、えー、まだリコメンド機能は未稼働と。ねリコメンド機能ってあの日本で買い物をしようとするとね、えー、後からメールが飛んできたりね、その後アマゾン何度見ても買おうとした商品が出たり、あるいはいい関連商品、買おうとした商品の関連商品が出てると。でそれがね、買うまで続く。ねえー、で、まあ、 どうしようかなと思ったものをついつい買ってしまうという機能なんですけど、えー、それがまだオーストラリアは稼働してないと。で、まあ、あるキーワードを入れたときに、ね、出てくる商品も非常に少ないと、えー。オーストラリアと日本だと関連商品も出てくるとかね、後からこの商品に興味ないかいみたいな送られてくるんですけど、それすらない。ということは、 まあ逆に、この広告でね、その、このキーワードをえー打ち込んだ人、あるいはこの商品見た人、自分の商品買うかもしれないなというのに広告を設定すればね、売れる可能性が高まります。まあ、日本とかアメリカの場合ね、このクリック広告を使わなくても、かなりえその2個目の機能等で誘導するんでね、うまく使わないと。 あんまり広告を使う意味がないんですけど、オーストラリアの場合はね、多少拙い使い方でも売れる商品さえ持っていれば、この広告を使うことが有効です。特にね、この広告で商品のページに行くんでね、ライバルが多いと、ライバルの商品を販売するのに、ね、広告を使ってあげてるみたいになるんですけど、 オーストラリアの場合は FBA が自分1人というケースがねまだまだ多いんでその場合は非常に有効です。で広告使った方がいいのはまあ次の3つのケースまずすでに有望な販売商品を見つけている出品者これねすでに売れて儲かってますよという方は広告使うとより一層儲かる可能性が高いとこれは非常に有効で、えー、使った方がいいです。で 売れてないけど、高額品を納品している出品者。ね。見に来る人が少なくて、高額商品売れてないと。この場合はね、広告使って、見に来る人を増やした方がいいですね。それから、たくさんの商品を出品している出品者。たくさんの商品でね、もう FBA いっぱい納品しちゃってるけど、あんまり売れてないと。 いう場合ね、えー、誘導が弱くて売れてない場合はこう、広告使って誘導すると売れる、えー、可能性が上がりますので、まあ、この3つのケースの場合は広告使うことをお勧めします。ところがね、ね相変わらずシステムがおかしいと。ね、まあ、事前登録のナビします。ね、えー、クリックしてこの画面どうすればいいんでしょうっていうふうにあの、画面キャプチャーで質問してください。 あ,あるいはね、えー、事前登録そのもの、これ、めんどくさいそうだけど、した方がいいのかとかね、そもそも広告使った方がいいのか、あるいはね、もう広告使いたいんだけど、どうやって使うんでしょうかと、ね、えー、それらのこと疑問に思ったら、まあ、お気軽にご質問ください。えー、Amazon がね、えー まあ、オーストラリアアマゾン完全大になるのにリコメンド機能が、えー、必要だという話なんですけどリコメンド機能の前にね、えー、広告機能が、えー、スタートしますんで、まあ、そうなると広告機能をねうまく使った人は、えー、結構売り上げ伸ばせるというような、ねえー、形になりますんで商品入れてるあるいはねオーストラリアアマゾンも、えー、なかなか売れる商品売れるはずの商品が売れてなくてね、えー じりじりしているという方は広告使って販売数を伸ばしてください。えー、使い方、設定の仕方、やった方がいいのか、含めてご質問お待ちしてます。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。